なんせ説明機関タイプやから。はい、そしたらですね、太田さんの囲い罠が完成しました。僕もね、杭を打ったりいろいろ覚えさせていただいたんで、ぜひまたね、太田さんのまたこの囲い罠、僕たちも、導入して、どんどん取ろうと思います。太田さん、今日はありがとうございました。本当に助かりました。今ね、ちょうどこの餌、ここでとりあえず餌を食べさせるようにちょっと網を上げているんですけども、僕もYouTube で見たんですけども、こんなしっかりしたいろいろ考え尽くされた罠やというのを今日知って、太田さんにまたどんどん教えてもらってね、太田さんの全ての知識をいただいて、僕らの地域から獅子やっつけて頑張っていこうと思いますんで、またぜひ協力お願いします。ありがとうございました。はい、そしたらですね、太田さんが2日間、いろいろ教えてもらって、今からまたね、大阪経由で佐賀の方へ帰られるということで、貴重な体験を2日間させていただきました。本当にありがとうございました。
して、一緒に、農業とかも、持続可能なことを継続していきたいなと思ってますので、今後ともよろしくお願いします。お願いします。ありがとうございました。本当にね、貴重な2日間でした。またね、どんどんイノシシ取っていくんでね、太田さんも、ないがしろさんも、また皆さんぜひご覧ください。ありがとうございました。